こんにちは、ゆっくり霊夢です。今回はイランパフライ朝の歴代皇帝について、解説していきたいと思います。それでは始めます。レザー、シャー、1921年に、2500の兵を率いて、ペルシア、クーデターを起こしてテヘランを奪い、1919年に結ばれていたイギリス、イラン協定を、破棄して治外法権の撤廃に成功した。1924年から1925年の間は、イラン国軍の司令官、首相となる。これらの経緯から国民の人望を得たレザーは、1924年にカージャール朝の廃止を議会で議決し、翌年に自ら帝位についてパフライ朝を創設した。その後は国内統治に尽力する。1926年には司法改革に着手。1927年には国民銀行の創設。1929年には義務兵役制度を制定する。対外的には国際連盟に加盟し、1935年には国王をペルシアからイランに改名し、中央集権化を確立した。第二次世界大戦が勃発すると、レザーはイランの中立を宣言したが、その態度は枢軸国寄りであった。さらに新ナチスドイツ的な政策を取ったために、1941年にイギリスとソ連の連合軍が侵攻してくると、このモハンマド、レザーに帝位を譲って、退位することを余儀なくされ、モーリシャス島に事実上亡命した。モハンマド、レザー、シャー、父である先代の、皇帝レザー、シャーの退位により即位し、白色革命を推進して、イランの近代化を進めたが、イラン革命により失脚した。これによりパフライ朝は滅亡した。